京安都市は満州国大韓民国の軍人。最終階級は陸軍少将。本願は珍珠満州国陸軍軍艦学校第3期余下卒業。陸軍士官学校第58期に編入。1949年、陸軍士官学校第8期特別第4班を卒業して任官。当初海軍にいたが、 後に陸軍に転じ、独立総合連隊第一大隊長。1950年2月15日、第二十二連隊長。朝鮮戦争勃発時は、第二十二連隊長として、新寺道下川の戦いに参加。7月24日から、英徳の戦いに参加。8月9日に、橋の仮想爆破により多くの将兵が溺れ、1個。 大体分の装備が行きされたため8月15日付で更迭された。その後、国民防衛軍士官学校校長、第3師団参謀長を経て、1951年5月25日、北星期の公認として、第9師団参謀長。戦争末期の52年10月13日、16人の砲兵小生の一人に選抜され、 公衆砲兵学校での3ヶ月間の訓練を経て、米国に留学、帰国後砲兵士機関及び順唱進休。1953年、第9師団砲兵団長。1957年8月、第26師団長。戦後、第3軍団副軍団長、第8師団長を経て、少々昇進後に、軍捜査副司令官を務めた。 1959年4月26日、第二次祝軍が断行され、様々な事故の指揮責任により、第二十師団長、李邸釈順将と共に、予備役に編入された。その後は気境指農業をやりながら、療養生活を続けていたが、1960年に死去、同年11月4日、少々追除、一期先輩の牧世紀とは親しい間柄で、 毎週日曜になると、僕の自宅を訪ねては歓談していたという、フィリップ・チャールズ・ファビブの報告書によれば、略前の追従者であるという、ありがとうございます。